そっちのようです。ああ、ごめんなさい。それから始めたよね。21のとこからずっとこうバーッて繋がってたんですけど、全部何個あるとかも数えられてるんですか？キャンドル数えられてる。皆さん、陽光台出身ですか、日本の。陽光台と高南台が変だよっていう人。ああ、いいですね。ありがとうございます。そうなんですよ、沖縄そば、あの、右側ですよ、ね、ところあれ、僕のおばさんなので、ぜひ食べに行ってください。あー、本当ですか、ありがとうございます。僕のお父さんとお姉ちゃんの状況です。ぜひ、もう美味しいのでね、ぜひ来てください。よろしくお願いします、はい。ではちょっとしっとりした曲が2曲続いたので、ちょっと明るめの曲も歌っていきたいと思いますので、皆さんも手拍子などして盛り上がっていきましょう。Thank you.
では、子供がたくさん、いるので、ちょっと子供の、まあ、子供の曲といいますか、子供に向けて書いた曲がありますので、僕がですね、山手というところで、すみません、山手分かりますよね、山手というところで保育園の先生をやっていまして、でそこで卒園式に子供たちに向けて、子供たちに送った曲がありますので、それを、まあ、今日、子供もたくさんいると思いますので、子供の素敵な未来に向けて歌いたいと思います。それではよろしく。タイトルは、ケセラセラという曲ですね。ケセラセラというのは、明日には明日の風が吹くとか、思うままにとか、君が思うままに進んでいっていいんだよという、素敵な未来を作ってほしいなという願いを込めて歌いた曲です。ケセラセラ、聴いてください。テムシ。Yeah.